自分で考えてジャンベのバッグを作っていました。ここにこういうふうに持ち手があります。これは絞るタイプなんですが、こうやってこの紐を持って、簡単にまとめますね。そうするとこうやって簡単に持てます。そして電車に乗るときも階段を降りるときもこのように簡単に降りることができます。そしてこのバッグですが、頑張って、ここにはポケットをつけました。そして私がこれは少しですね、縦が長くなりすぎたのでもそもそしていますが、作るときにもう少し、丈を短くすればもっとぴったりサイズにできると思います。この私が一番工夫をしたのはここです。太鼓をここから釣りますね。ここに穴を開けてこちらに紐を通す場所をつけたので、こうしてここを通して太鼓をこのように簡単に持つことができるようになっています。そしてこの中を開けますと、このようにして太鼓を取り出します。マジックテープぐらいしか使っていないので、これは可愛い座布団にもなります。子供を寝かせることもできます。そして中に今回はポケット、内ポケットを作りました。こんな感じです。そしてこれは太鼓の紐を引く道具を今回は入れています。またよく頑張って太鼓を叩いていると手が痛くなるので、ここに今は入っていませんがテープなどを入れておくこともできます。そしてこちらの道具の使い方も説明します。このですね、紐を引くときにとてつもなく強い力がいるんですが、ここをですね、としまして、ここに木の段差を作ったので、こう引っ張るときにですね、このようにある棒を引くのではないので、このようにこうやってテコの原理を利用して力がない女の人でも このようにで全体重を預けることによってことができました。なんとこれを全部自分で引いたんですが、よっからちょっとなんとこれは人の手をほぼ借りずに自分で全部張った太鼓です。よっ、ここをきよっ来ましたね。出来上がりです。終了。最初に革を張るときは、この図のように別のコードを使って縦糸を引きました。さっきのビデオのプラーは試作品で、ここが長すぎました。もう少し短くすると楽に引けます。こちらは初めに作った長いバージョンです。革張りにはこの長い方を使っていました。